びっくりした。新しい目標、男性棟の1階へ行きましょう。わかった。え、ここ何階なの、そもそも。ちら。じゃあまあここ何階かわかんないけど行きましょうか。ずんずん行きましょうか。ん？ここ何？押し続けて前進して倒す。あ、押せるんだ。ずーずーっと引きずっていって。で、こっちが行けないから、こっちから行くのね。オッケー。わー、いる、誰か。B。あ、でもこの人襲ってこない人だ、多分。こんにちは。何も書かないな。たまに暗くなるから怖い、やめて。じゃあ、行ってきます。あなた行ってきます。ちょっと一応閉めとこう、怖いから。あ、そんな音立てちゃダメよ。で、こっちは何もなさそうな気がするけど。あ、なんかあるな。部屋がある。バッテリーあるかな？バッテリーないな。こっちかな？わ、部屋いっぱいあるね。こっちは？怖え。なんかこっち行っちゃいけない気がしちゃうな。こっち開かないのか。いや、怖っ。これ絶対行っちゃいけないわ。行くけど。あ、そこガンガンしてるんだ。大丈夫？あなた。なんか教えて。じゃあ今開けてあげるから。今開けてあげるからちょっと待ちなさい。お母さん。お母さんドア開けてあげるから。いい、怖い。怖いなぁ。なんかさっきからっていうか、最初からたまにひょっこり現れて導いてくれるのって、あれなのかな？ウェルニッキ医師とか、ウォルライダーとかなのかな？じゃあこっちか。いい、怖い。ここは何の部屋？なんか病棟っぽい感じがするね。この仕切りの中に一人ずつ化けもいいんじゃないの？超怖いんだけど。生き生きしすぎている。生き生きしすぎている。生き生きしすぎている。何が？あ、待って。見逃さないよ、私。バッテリーありましたね。生き生きしすぎている。そっか。ピチピチしてる。うわ、めっちゃ虫いいんじゃん。最悪。眠れないんだ。ウェルニッケがそこで待っているんだ。誰が喋って、あの人が喋ってんのかな。この人？病室の中の人が喋ってんのかな。ウェルニッケが。あ、これ上行けそうじゃん。絶対ここだよね。行こうか。行きましょう。うわ、怖いね、相変わらず。暗視を使わないと。いけないパターン。どうしよう。ウェルニッケが向こうからさーってやってきたらどうしよう。待って、ここを降りる感じでいいのかな。降りたぞ。やめて。何このボス戦みたいな。このボス戦みたいな音楽何。肉が欲しい、肉が欲しい、肉。わかる、私も肉欲しい。これどうすればいいの。これ押すんでしょ、きっと。きっと押そう、きっとそうでしょ。押して逃げるんでしょ、これ、きっと。タコがすごい、タコがすごい、なんかシンクロしてるけど。で、これ閉めて、あー、怖い、怖いねー。こっちかな、こっち。あー、怖い。待って、押せるアイテム、あ、これでしょ。 OKOK。 お前は作り物だしと税金と金と魚と何の話を。別の道がある。おー、いいですね。で、これまた押して逃げるんでしょ。いっけー、いけいけ。楽しいな、これ。別のドアがある。こっちだ。あ、誰か導いてくれてる。猫をやる方法はまだある。来い。ね、あ、あ、来てる来てる。乗り越えて乗り越えて。こっちかな。あ、待って、こっ、あ、違う、あそこだ。オッケーオッケー、行こう行こう行こう。行って、どっちだ、こ、どっちだ、これ、こっち。うわー、これどっちでもいけそう。こっちか。わかんねえな、こ、え、待って、え、ここ、ここ行っていいの。
バッチャーン。あ、間違いだったみたいですね。そういうことか。あ、違う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 、ちょっと邪魔邪魔だって、もう邪魔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 。よくいけたな今。待って、こっち違う。あ、違う、こうやっぱ飛び越えるしかないよね。あ、いけたいけた。信用できない淫乱女め、なんてこと言うのよ。ここはいけないのね。で、こっちか。別のドアがあるの。こっち、怖い。こっちかな。ここでいいかな。ここいける？入ってないじゃん。入ってないじゃん。ちょっと、いやだ。やだやだやだ。やめて。じゃ。イルカのポーズ。じゃとか言って。待って、こっちいけないな。やめ、邪魔よ、あんた、邪魔とか。あ、ここ、いけるのか、ここ、一個いけないのね、オッケーオッケー。ん？え、ど、え、なにここ。なんか知らんとこ来た。あ、なにここ、学校の教室だ。金が欲しい。そんなみんなそう、おおお、どこだ、どこ行けばいいんだ。ここ飛び越えて、こっちか。待って、わかんない。待って、ここ どこ行けばいいのこれ。全然わかんない、これ。こっち違うな。え、わかんないな。こっちわあ。ちょっと見慣れてきちゃったよ。こっち行って、こうして、ここか。あ、なんだこれ、なんだこれ。これあれじゃん、あの千と千尋に出てくるお風呂の札を。正しい選択をしたのアイブ。え、殺されたんだけど。え、なにお前はあのクソ神父の仲間じゃないよな。彼の目撃者といったところだろう。疲れたろう。え、年代物のマティーニ2杯でも飲みながら昼飯でも食って、ちょっと話でも飲もうぜ。え、は、え、なんかエレンのパパみたいなん来たな。思ったより重いな。ちょっと有酸素運動したくらいじゃ死なないよ。行くぞ。車から手や足を絶対に出さないように。え、何、怖いんだけど。どういう状況これ。なんか視界がグラーってしてる。この一瞬で私何されたの？なんか学校みたいなとこを通ってきて、で、もっと上にやってきたら、ここはどこなんですかね。山の夜の空気が大好きなんだ。ちょっと出て散歩でもしないか。行ってくれ。ここで待ってる。怖い、この人。すごい体してるね。サイバーパンクって感じ。自由に走りな。急いでないから。頑張ろうぜ。そういうとこが好きだ。OK、さあ、こっちへ。急に好きとか言われて。あ、エレベーターだ。今カメラ撮ることはできないのね。その左腕のチューブは何？おしゃれです。あ、お尻丸出しなんですけど、この人。思わずにっこりしてしまった。おじちゃん、ダメだよ、パンツぐらい履いてもらわないと。あ、ここさっき来たとこかな。ん？さっき来たとこじゃない？でもなんか、天井に穴あったから、あそこから行けそうだよね、また。あ、あららら。かわいそうに。すごい、なんかディズニーのアトラクションみたい。本当のこと言うと、印象を舐めるのにちょうど飽きたところだ。え、私何されんの？ペロペロされんの？怖いんだけど。この、今、このぐるっと回収してる間に、逃げ道を探しなさいってことだったと思うんだよ。来てくれてありがとう。さて、診察を始めよう。手を洗わせてくれないか。怖い。殺される。ホームムービー。これで話すチャンスができるだろう。いやー、殺される、殺される。おけつ丸立ちおじさんに殺される。面白くなってきた。君がマーティン神父と共にどれぐらいの時間を過ごしたのかちょっと気になってるんだ。聖人ブッダ福音の説教を聞いて君が混乱させられていなかったならいいんだわ。
やー、何されるんだろう。実験されるんだこれきっと。悪く思わないでもらいたいんだが、ちょっとその気が狂ってると時々思うんだよ。君の方が狂ってるよ。わかるよ、人間という生き物は怯えると何でもかんでも神頼みしてみしまうからね。神は金本位制度とともに滅びたんだね。やだー、ピーターにはここなんか結構グロシーン来そうだな。お金が全くなくなってしまったらどうなるんだろう。手とか切られそうだな。そうだ、金が信仰の問題になるんだ。自分がここにいるのはそのためだ。君を信じさせるため。でもやめて、やだやだやだ、やめて。まだまだ吸い取れそうだな。やめてよ、怖い、もうやめて。うわー、痛い、痛いよ、お家帰りたいよ。我々は生産手段に消費者を作ったのだよ。生産手段に消費者を作った、勝手に売れる、うん、よくわかんない、やっぱりよくわかんない。あー、行かれた、指詰められた。なんで薬指と人差し、あ、なにこれ、これなに、マウスを動かすっていうこと。おー、行けた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 、これで逃げろということか。わかった、あの天井の穴から逃げろということだな、きっと。指詰められた。うわ、やめてやめて、見せない。いいいい、カメラは大事ね。じゃあこっから逃げるんだね、きっと。で、なんかどっか天井に穴あったでしょう。どこだろう。うわ、怖っ。こっち、あ、こっちじゃない、待って、部屋がわかんない。へ、待って、天井に穴があったのはわかるんだけど、待って、ベルニッケの悪夢に苛まれているがな。え、待って、あのね、聞きすぎたんだ、どうしようもできなかった。こうか。あ、待って、隠れちゃって仕方ないよ今。待って待って待って、待って、なんかどっか天井に穴があったのよ。トレーガー、こっちかな、これ違う、トレーガー、イエーガーみたいな。やめてー、あ、やべ、来てる、怖えー。待って、これどう行けばいいんだろう。あ、玄関開いてんじゃん、こっちか。オッケー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 。で、そこから逃げるんだきっと。オッケー、行きましょう行きましょう。逃げられた、逃げられたけど、このゲーム全然油断できないから怖いんだよな。ここからどうすればいいんだろう。あ、ここ押すんじゃない？エレベーターがあるって、向こうに。はい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 。で、閉めといて。怖っ。こっちかな？あ、待って。違くない？こっちじゃなくない？これでしょ。エレベーター。このエレベーター鍵が必要です。なんだと。どこにあんの、そんなもん。知らんぞ。え、待って、わかんないんだけど、全然暗すぎー。なんかこういう扉大体開かないってやっと分かってきたな。どこにあんの。なんかこいつチャリンって言ってね、怪しくね、気のせい、気にしすぎ。明らかこいつチャリンって言ってるから鍵持ってそうな感じするんだけど。この上もう一回登ってみるか。ここ登ったら、こっち側に行ける。で、ここ空いてる。もう変わんないな。こっちは？こっちも行けない。こっちだよね、多分。普通に考えたら。あ、いた！やべ。あ、ここ越えられないのか。どこだろう、エレベーターの鍵っていうのがどこか分かんないんだよな。あ、こっち行ける。すごい怒られてるんだけど。あー、この人動いてる。どこだろう。あ、ここなんか怪しくない？あ、うわ。ちょ、一旦逃げた方がいいな。うわ
どけ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 こっちだっけ。え、ここ押し、あ、なんか間に合わない気がしたなんか間に合わない気がしてきたな。あ、いけるいけるいけるぞ、バッチャン。おお、え、これでどっち行けばいいんだろう。こっち、わかんないんだけど。あ、どうしよう、絶対違う。あ、ここだここだ、オッケーオッケー、こっちだ。いけそうですね、いけそうだけど怖いなあ。やばい、心臓がものすごいバクバクしてる。大丈夫かな。あ、セーブされた、よかった。おトイレがあって、ここだけ綺麗なのめっちゃ気になる。ちょっと待って。こういうの割と取っていかないといけないから。あ!ドキュメントがありますね。わあ、やっと進んだ。デビット・アンナ・プルナ。関係者各位。二ヶ月前より移動願いを申し出ていますが、回答をいただいておりません。これが三度目のメールになります。これ以上、マウントマッシブ精神病院で働きたくありません。そうだよね、臭いもんね。私はこれまで用務係として働いていましたが、このような高水準のセキュリティレベルや、無礼な態度は今回が初めてです。セキュリティレベルは高いんだ。また、一部の患者は虐待されているのではないかと疑っています。個人的に二人の患者が、地下区域に移動させられたのを知っていますが、その後戻ってくることはありませんでした。この E メールに返信をいただけない場合は、自主退職し、報道機関に情報を提供しようと考えています。よろしくお願いします。デビッド・アンナ・プルだ。プルちゃんはツイッターに、いろいろ暴露しようと思ってたのね。トイレなんもないから、こっちか。こっちかな?隠れる場所があるということは、隠れる場面に遭遇するということだからな。いや、でも綺麗だな、こういう光の差す部分。アウトラストも。じゃあ、こっちの、あ、十字架飾ってある。こっち行ってみようか。うい。で、開けたら閉める。怖いからね。お、廊下に出てきたね。こっちは何もなさそうかな。あ、でも、あ、登れないのか、これ。オッケー。十字架っていうことはやっぱそういう、あ、あ、鍵あった、鍵あった。え、ちょっと待って、鍵取る前に、バッテリーがないかね。バッテリーがないかどうかをちょっと。あ、ここ開かないんだ。そっかそっか。完全にあそこ取る感じだな。ここなんか開けないのかな?鍵取ったら、やっぱ開けといた方がいいな、ここ。鍵取ったら、戻る感じでいいかな?リハーサルしてから挑むち。じゃあ取りましょう。もらいます。エレベーター解除よ!よっしゃ!よっしゃ、逃げるぞ!逃げてベッドの下に入るぞ!大丈夫かな?でも、こっから戻り方よくわかんないんだけど。あ、いたいた。丸見えじゃない?大丈夫かな?お、止まってますね。あー、これダメだ。ダメじゃない。え?あ、覗いてる。怖っ。お尻丸出し。今行けんじゃないかな。ちょっと行ってみるか。ああ邪魔邪魔邪魔。ああどうしようどうしよう。あどうしよう。あやべ、詰まった詰まった詰まった。あーあああ詰まって。真っ暗で何も見えん。ゆりかごのポーズ。ここか。なんでだろう。どこに行けばいいんだろう。こっちか。あ、そっか、普通に通路開通してたのか。そっかそっか。エレベーターどこだっけ。やべえ、方向音痴だから分かんなくなっちゃった。どこだっけエレベーター。
こっちか。こっちだけど、こっちなんだけど、うわー、やめて。こっちなんだけど、一旦巻かないとダメだから。ってことだよね。ぐるぐるしなきゃいけないんだ。うわー、行き止まりっぽいとこ来ちゃった。ここ隠れて大丈夫かな？怖っ。ダメっぽいこれ。あーダメっぽい、逃げよう。あー鉢合わせは勘弁してほしいな。あ、やべ、ここダメだ。あー邪魔邪魔だね、やめてー。うわー近い。こんにちはに。何この状況。何この状況。ここ閉めて、これ押すんだ。それでエレベーター乗れるね、きっと。よーし、よーし、よーし。大丈夫、いけるぞ。で、開けたら閉める。お約束。あー、やっといけた、やっといけた。よし、行こう。よっしゃー、やっと乗れた。よっしゃー。すげー時間かかったな、ここ。なんか言ってる。嘘。それは聞いてない、それは聞いてない、それは聞いてない。嘘嘘、これ声なんかする。嘘嘘嘘嘘。頑張れ頑張れ頑張れ、主人公頑張れ。あグリシャ映画。ああグロいぞこれは。うわ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 、手羽先が結構えぐいなこのシーン。え、これどうすんの。あ、これ上か。はい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 、上に行ってくださいねみたいな。オッケーオッケー。でこっちか。はい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 、行けましたね。よかったよかった。こっちか。いやー、え、あいつもう死んだ？まだ生きてるなんてことないよね。ここ登るわけじゃない。いやー、怖かった。今までで一番怖かった。あ、ここ、どっちだろう？登んのかな？登るっぽいよな。暗すぎ。あ、登る感じじゃなかった。こっちかな。お、あ、こっちだ。よしよし。おー、やっとちょっと現代チックなとこに戻ってきた。パソコンがあるから、チームワーク。え、こっからどうすんだろう。バッテリーないですかね。じゃあ、ここか。てか、この建物広すぎない？普通に広すぎない？この建物。入ってから何日経ってんのって感じだよね。いや、わかんない。わずか30分ぐらいの物語なのかもしんないけど。広いな、この部屋。やたら広いな。なんかあるかな？なんもないね。なんもない。わー、だだっ広い。こことかもう何室って感じだもんな。あ、なんか音楽鳴ってる。不気味な音楽が鳴っています。待合室みたいな感じだね。病院のお客さんが、お？君が生き延びたのは神のおかげで。あ、誰かいる。宗教とは関係のない狂人が、他の人たちのように君を切り刻むんじゃないかとビクビクしていたんだ。外で会おうって言ってる。なんか。外で会おうとか言って。道教えてよ。じゃあ、わかった。外に行けばいいのかな？こっちかな？走って行きましょう。うわー、また別れ道。あ、なんか燃えてる。あスプタパダダングシュスタートな。ビビった。手足が燃えててびっくりしちゃった。びっくりした。すげえ今っぽいカメラがある。なんかあるかな？うわ、なんかすごい煙いな。なんだ、なんだここ。煙くない？なんかここ。煙が充満してんのか。ことあるごとに撮っとかないとな。
見えない。じゃあこっちか。こっちか。はい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 。もうサグラダ・ファミリアばりにくねくねしてるな、この建物は。こんな曲がり角を用意する必要あったんかっていう。あ、この部屋見覚えあるな。さっき逃げてきたところに似てるけど。あ。仏様。どっちだ？これどうなってんだ、ここ。こっちか。こうか。わかりにくい。こっちか。うわー、どんだけくねくねしとんの。こっち？こっち違う。こっちか。ん？あ、ここ出れそうだね。待って、一旦こっち見て、こっち一旦いろいろ見てからの、いや、見る部屋が多くて迷っちゃうね。あ、バッテリー。よっしゃー。リロードしとこ、リロード。よしよし。あ、なんか燃えてるな。何？だから煙たいのか。でもなんか明らかそっちの燃えてる方行かなきゃいけないみたいな感じだよね。うーわ、火事だ。こん中行かなきゃいけないの？怖いんだけど。まあでも言うて、順論になってるでしょう、多分。てか、なんで主人公走ってくれるの？あ、燃やさなければいけなかった。すべてを。マーコフ社は俺たちからたくさん奪ったんだ。利用された。真実を語ってくれてる。精神錯乱者なんて誰も気にしないから。俺たちをこんな姿にしたということが。ああ。だから燃やしてしまう。出ていけ。死にたくなければ。キッチンから出られる。キッチン？あ、そっちかな。スプリンクラーを回して消火しましょう。スプリンクラー？お前の兄ちゃん、スプリンクラーの上飛び越えてたぞっていう、深川亮のネタが好きなんですけど。ああ、やべ、燃えちゃった。自分燃えちゃった。スプリンクラーってどこにあるんだろう。どっかから行けるってことか。この精神、この患者さんは、まあ、患者の中でも、割となんか正気を保ってる方の人で、まあなんていうか、全部燃やしてしまおうって判断できるほどの余裕があったってことかいね。まあいけないことしてたんでしょうね。あ、これスプリンクラーかと思った。車輪だったわ。こっちかな？違うよね。こっちじゃないよね。なんか悲しげな音楽鳴ってる。いや、でもいいな。なんか私も、こういうお話の中にいたら、すべて燃やしてしまおうっていう役割になりたいわ。何言ってるかわかんない。すべて燃やしてしまおうって結構ドラマチックなセリフですよね。こっちかな？どこだろう、スプリンクラー。あ、ドキュメント発見。よっしゃ。何かを見たら言ってください。精神病理学的近接ストレス障害。過去 PPSD は恥ずるような病気ではありません。監督者に話をして、マーコフ社の認定アドバイザーの支援を受けてください。うん。これは患者に向けてのお手紙かな。よくわかんないな、これだけだと。まあいいや、ゲットしました。登れないの、ここは。あー、ここ通れるのか。オッケーオッケーオッケー。暗いね。こっちかな。おー、セーブされた。ちょっと待って。こっちに行くと、火の向こう側に行けそうで。あ！あった！ぽいのがあったぞ。システム内に水はありません。まずはバルブを2つ回さなければなりません。オッケーオッケーオッケー。一番最初のステージに似た感じか。カフェテリア、バス、ランドリー。カフェテリア行きたかったな。この後に及んで。あ、やべ。いたね。あ、いる。どうしよう、これ。どうしよう。閉めちゃおう。閉めちゃおう。
ちになんか回すやつあるでしょきっと。あ、あったあったあった。よし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 、一個回した。こっちなんかある？あ、痛い痛い痛い、どうしようどうしよう。あ、やばいやばいやばい、やばい、変なとこ来ちゃった。あー、やばいやばい、変なとこ来ちゃった、変なとこ来ちゃった。あー、あー、閉じ込められた閉じ込められた。うわー、もうやめてよ、嫌い、できない、できない。ギー、ゆっくり行きましょう、怖いからね。で、そっち側なんもないわけでしょ。あー、怖い怖いから、マジしゃがみ歩きで行こう。でもね、私方向音痴だからね、もう道わかんないんだよね。どうしようね。ん？あ、やべ、そこにいる。これ隠れられてる？あ、あ、いける、これ、これいける？いける？いけそう、なんかいけそう。えー、怖っ。バッテリーが怖いけど、さっき取得したからきっと大丈夫。あ、歩いちゃおう。怖えー、てか、マジで道わかんね。ランドリーって書いてある。ランドリーかな、もしかして。いや、ランドリーは行ったの。あ、やばい、やばい。絶対見つかった、今。待って、部屋がわかんない、マジで。こっち行けないんでしょ、だって。行けんのかな、そもそも。もしかして行けんのかな、もしかして。あ、待って、ここ通るしかないじゃん。どうしよう。うわ、絶対見つかる。絶対無理。うわー、もう絶対無理。もうやだー。あー、うわー。うわー。どうしろっていうのよ、こっから。こう、もしかして、いける？いけないよね、ここね。おう、越えられた。あ、待って、今のとこさ、登れるってことは、その上もなんか行けちゃったりするんじゃないの？カフェテリア、ランドリー。ここか？あ、なんか行けそうだな、ここ。あ、こっちか。こっちか。おー、なんか新しいとこ来た。いい子にしていれば、次だから。ちょ、それより先にバルブを回したいね。あ、あったあった、よかった。よかった。偶然たどり着けた。通れなさそうなところも通れるな。いやあ、マジちょっと。申し訳ない。一旦休ませてね。うわあ。ぐだぐだ言わずに小さなパーツを全部洗わなければならない。綺麗になった赤ちゃんは誰かな？綺麗になった赤ちゃんは誰か。お前だ、そうだ、ほらね。怖いな、行かれてしまってるな。これ取った方がいいかな。特に何も書かない。すごいな、奇跡的に、奇跡的に幹部は隠れてますけど。よかったよかった。で、バルブ2つ回したから、あっちの部屋に戻らなきゃいけないんだよね。いや、きついな。こっから戻んのきついな。どの辺だっけ？ここねー。あ、怖い。怖い怖い。どっちだっけ？あ！どうしよう！やばいやばい。やばい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 。どうしよう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 。あー、怖い、ちょっと待って。心臓が耐えられない。心臓が割と真面目に耐えられない。わわわわわわ。わー、どうしよう。見えねえし。違うよね、こっちじゃないよね。見えねえ見えねえ見えねえ。あ、違う、超えられる、超えられた。あ、あったあったあった。よし、神父見っけた。おー、神父見っけ。ウルトラマン。なんで消えてくれたと思ったのに今。うわー、どうしようどうしよう。とりあえずここもう大丈夫かな。こっちまでは来ないんだあの人。ああ怖っ。今いないから。
しゃがんでれば割と助かることがあるみたいだから、多分今これスプリンクラージャーってなってるから、さっき火事になってた部屋に行けるようになってるんだよね、きっとそうだよね。すべて燃やしてしまったって言ってた人は多分今ずぶ濡れになってるってことでしょ、かわいそうに迎えに行ってあげないと。こっちだっけ、あ、ここっぽい、ここっぽい、ここだったかな、これ、これだよね、この車椅子あったもんね。で、なんかあの、多分奥の部屋に行けるようになるよね、早く行かないと。待って待って、パニクってる、パニクってる、待って、相当パニクってる。こっちだ。あー、オッケーオッケー。あー、来れた。来れた。ここだよね、来たかった。あ、カフェテリアだ。よっしゃ、やっとカフェ来れた。古民家カフェ。古民家改装カフェ。いや、ほんとうっさいよね。ワイルドシング。